リファイドガイです、今日はね個別トレーニングが10時から始まりますんでちょっとスタンバイしてますけども、スタンバイの間にちょっとだけね体を動かしていきました。こうね構えてワンツーフック、ワンツーフック、これをワンツーフックみたいな感じでトントントンといくようになんですけども、その時にストレートがねあんまり腰が入りすぎるとこのフックがちょっと遅れ気味になるかなと思いますんで、ストレートはちょっとね抑え気味に、まあでも振り抜かないぐらいにいった方が良かったかな、どうだったかなっていうので迷いながらやってますねで、パンチの後なんですけども防御をしてミドルもしくはローキック、防御をしてローキック、防御をしてローキックと、まあちょっとだけね体力使いましたね。あまり無理せずにやっていきましょうか。やっぱりね1分2分というのも本当にこう体の中からね手をこう何と言いますかね、まあなんか気合入れてやるとねものすごい消耗するんですよね。だから本当に2分1ラウンドなんてよくできたもんだなと思います。それから10月1日の試合の会場はまだね発表がないんですけども、品川のどこだったかな、6月と同じだったら品川区になると思いますね。私目黒区かなと思ったんですけども品川区だと思います。応援に来てくださる方もなんかいるみたいなんですけども、もしかしたら入場料がかかるんでやめようかっていう風な形になるかもしれません。そこは無理せずに、ぜひね入場がもしね柔らかくできるようでしたらいらしてください。私も精一杯見られてると思ってやりますけども、でも勝負は目の前の対戦相手ですからね。そして何よりも自分自身の試合までにかける思いが最大の敵かなと月並みながら思っております。いやー怖さとねワクワクとね怠けたい癖とね、でもこの勝負をなんとかものにしたいという思いがぐちゃぐちゃに入り混じって今日のモチベーションになっています。ちなみにトランクスに T シャツを入れるとちょっとねまだおじさん腹が抜けてないかなと、お酒は飲まないようにしてもう長いんですけども、それでもねやっぱ50を過ぎるとこの肥満腹って一気に改善されないもんですね。週に2回から3回のトレーニングをしていてもやっぱりその反動でぐっと疲れてね、でお腹もすくんですよね体を動かすと。まあいろいろと、まあ、言い訳といえば言い訳なんですけども、その言い訳を一つの原因としてなんとかね潰していきたいなと思いながらここまで来てしまいました。あと1ヶ月ほどですね。いや楽しみだな、でもねやっぱりね、どんな試合になるのか、私の人生はこの50にしてね、キックボクシングに対しての学び直し、リスキリング、なんかこれから残りの人生を生きるための、肉体的精神的な支えになるんじゃないかなと思ってますね。で皆さんもいろんな挑戦していきましょう。特にねお前もう無理すんなやめとけそんなことって言われるのが挑戦ですから、私もね50になってこんなことやるなんてね、まあびっくりですよ、もうおじいちゃんやめとけよって言われるんですけどもね、まあけどね若い頃くすぶってたエネルギーまだ残ってるんで、燃やし尽くしたいと思います。私なりに。それじゃあ年寄りの冷や水にならないようになってますか、すでに。リファイトもうすぐレッスンです。